さあ、あの稲吉さんがテキーラの飲み方を皆さんに伝授します。さあ、あの解説しながらやってよ。塩入れますよ。いやらしいな、飲み方が。テキーラ美味しい。あ、そうなんだ。あ、それすぐに戻るんだ。で、これで調子こいちゃったら言っちゃうよ。あ、どう、あの、あの時の猪木、どう、あの、あの、あの時の猪木でもう一回飲んでほしいわ。もう一回ですか。もう一回、あの時ので。さあ、行きます。2年ぶりの猪木。名前振りねえんだ。調子この野郎お前なんで買ってこないんだこの野郎似てる。俺何も言わない。今日神社でね、田園風景、ちょっと子供の頃思い出したよね。なんでそういう話になっちゃったの。あの、たくさんは多分負けそう食っとると。ほといた方がいいよ。元気ですか。元気ですか。はい。納得するんだ。スティービーワンダーはね、喉の調子があるんでね、テキーラ飲むっていうのね。どん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 、今日声出ないなって言うと、スティービーワンダーは、あれ、テキーラに変わったら、ちょっと高いですね。喉が。テキーラね、もうほんと飲みすぎるとさ、次の日さ、もう汗がさ、テキーラの匂いがする。飲みすぎると。絶対それであんた肝臓壊したんだよ。わかんねえか、味なんで。全然わかんない。なんか急に鼻が通ってきただよ。やっぱテキーラ。テキーラ。キーラ、テキーラじゃないそれ。そう、テキーラ。ありがとうございます。